はい、こんばんは。今日は生徒に聞かれた問題です。2018年7月の高一真剣模試ですね。これ、漢文です。ちょっと、見えるかな、えー、四角四番、次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。と。説問の都合により、送り仮名と、いや、帰り点と送り仮名を省いた箇所があります。と。えっ、ー、と、えっ、ー、と、生、えー、の漢口を、えっ、ー、と、大臣のために、 大臣のために、えー、大臣のため、大臣のために酒をぐし、きして、あ、きするにか、きするに日中をもってす、と。寒中、えっ、ー、と、ごして、まあ、ごしてって、遅れてか、まあ、遅れて、ごしてって言うといい中をごし、まあ、遅れて、えっ、ー、と、至ると。で、寒行、酒好きをあげて、えっ、ー、と、持ってこれに飲ましむると。寒中半ば、 半ば酒をすつ。で、漢行いわくと。帰して遅れていたり、飲んで酒をすつるは、えっと、礼において、えっと、かならんかと。めんどくさいですね。えっと、その、帰して遅れていたり、飲んで酒をすつるは、礼において、かならんかと。で、えっ、ー、と、漢中、答えていわくと。えっ、ー、と、心聞くと。 えっと、酒いれば入れ、死体で、死体でいうのは左側に書いてあるように、上舌になると。喋りが上手くなる。まあ、よう喋ると。死体で、えっ、ー、と、死体ずるものは、弦失いと。弦失いと。で、えっ、ー、と、を失うものは、身捨てらると,と。身を捨てて、身を滅ぼしてしまうということですね。で、えっ、ー、と、真はかるに、えっ、ー、と、身をすつるは、酒をすつるにしかずと。 なんなんに勝てないうだから、えっ、ー、と、芯はかるに身をすつるは酒をすつるに死かずと。と、えっ、ー、と、漢口を笑いていわくと。えっ、ー、と、これ、客中にあるけど、中法、まあ漢字ですね。中法を立ちて、えっ、ー、と、座につけと。これ、書き下し文ですね、今のが。で、まあ、大雑把な意味ですけども、その、清の漢口が、大臣のために酒を用意したと。 でしかし漢中はその中の漢中一人一人の漢中は約束の時間にその正午お昼12時正午っていう約束の時間に遅れてきた上にらに遅れてきた上に漢、えー、公が用意したその杯の酒を半分捨てちゃったとでこれに対して漢公は、えーっと例にま、お前礼に反するんじゃねえかっていうふうに問いただしたんだけども漢、えー、中は酒を飲んだら饒舌になって失態を演じて えと周りから相手にされなくなると。で酒を捨てた方がましだと,、えー、と。酒を飲むより酒を捨てた方がましだと。とでこれを聞いて観光はまあまあまあ笑ってまあせ付つけと。まあ許してくれたと。そういう内容ですね。いいかな。はいじゃあ行きます。防線部 AB の漢字の意味をそれぞれ、えー、とじゃあこれ。 えー、っ答えて言ったからも、持ってか、持つ、ちっちゃいつですね、持ってと答えてですね、こた、こたですね。で、問いに、防戦部、あは、防戦部、あは、大臣たちのために酒を用意してという意味です。これに従って、帰り手のかけえっ、ー、と、じゃあ、えーと、大臣、大臣の,のために、だから、これ、1、2点ですね、1、2ですね、大臣のために、えー、酒を愚し酒を愚しですね。愚しっていうのは、連れてくるとか、持ってくるってね。 だからこれ1、2点入れて0点入れてくださいで、ね。で、これでいいかな。問い3。えっ、ー、と、防戦部意図あるが、観光は観中のどのような行為を例に反すると非難しているのかと。まあ、これはその、えっ、ー、と、杯の酒を半分捨てたのの、半分飲んで半分捨てただったら実質足りないので、ですよね。 だから時間に遅れてきたっていうのを入れてくれくれればいいと思います。その約束した時間に遅れてきた上に、えっ、ー、と酒の酒をえっ、ー、と半分捨てたと、半分捨てたこと、行為ですね。だからかえっ、ー、とももしくはその観光と約束した時間に遅れてきたう来て、えーさ、さらにおまけに杯の酒をえっ、ー、と半分捨てたとことと。 で、いう内容を書けばいいと思います。これが問いさんですね。で、問い4。防線部、えー、書き下し部に書け、書き下し部に,にしろと。問い4ですね。これ、これ、問い5までやるのか。えー、っと、えーっ,とえー、っと、防線部だから、えー、っと、どこに書くか。ここに書くか。えー、っと、酒、書き下し部だから、酒を、すつる、すつるに、しかずか。しかず しかず酒をす酒をするには勝てないよと。と酒を飲むことは酒をすることには勝てないよと。だから酒を捨てた方がましだよと。としかずっていのは何な何勝てないって意味だ。で、2番、今の冒険部館長はどういうことを言ってるのか、そんな適当なものはどれ,どれですかと。まあこれはこれですね。自分にとって不本意な事態を招くよりは酒を捨てた方が捨てた方がましだよと。という内容ですね。で最後の問い えー、防戦部 A とある A、えー、とあるこのように発言する慣行について説明じゃあ防戦部 A これですねえっ、ー、と中歩立ちて座につけと。ということはもうこれはもうえっ、ー、と要は勘違を許すんですね勘違を許すだから黙認で2番黙認できなかった振る舞いに関してその意味を説明され説明を受けて勘違を許そうとしていると。これでですね,問いうねよろしいでしいょうか はい、じゃあ以上です。えっ、ー、と高校一年生頑張れ。